はいどうもタクタクです。ドラゴンクエストモンスターズスーパーライト実況プレイやっていきます。今回はですね、闘技場で福引きでもらえるモンスターバル、ベル、ボル、ブル4体、ちょうど上に並んでる4体ですね。こちらをですね転生させると新しいモンスターになるということなんで、ちょっとやっていきましょう。タッチタッチして選んでいくよ。これ選んでいかなきゃいけないんだよね、めんどくさい。こうこれで、はい、太ってるのがベル、はい、そしてさらに左右か、右側がボル、向かって右側、つまり左側がブル、はい、この4体を次へ、はい、うん、引き継げる特技、どうしよう、迷うな。多彩だな、技が。わ、迷うね、これ。どうすっかな。2個しか引き継げないわけだからね。で、雷神斬りが、あっちに行くと。迷う。地響き。地響きって強いんですかね。わ、これは悩むな。これは悩みますね。どうしようかな。はい。迷った挙句ですね、地響きと風神斬りにしました。まあ、理由は、なんかね、力を貯めるとどうやら AI2 回攻撃、1から2か、2回攻撃みたいなんですけど、バベルボブルは。なんかなくなるらしいんですよ。1になっちゃうらしいんですね。で、その時にもし力を貯めて、まあ、煉獄斬りとか、体当たりとか、やったら、なんかもったいないと。で、地響きの場合は全体なんでね、うん、この地響きがいいかなということと、あとなんか見るからにね、補助タイプというよりは攻撃型なモンスターな気がするんで、まあ、スクルトとベホイミ、あとピオリムもこっちにあるんですけど、ピオリムも除いて、まあ、風神斬りにしました。風神斬りって、ちょっとないんですよね、僕のパーティーの中に確か。で、ちょっと風神斬り使えるモンスターも入れておきたいなと思い、こちらにしました。これが正解かどうかってのはちょっとよくわかりませんが、これでいってみたいと思います。じゃあ次へ。バベルボブル、レベル1。うん、これで OK。転生させる。てってって。てれん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 てん。でかいのかなこれ。ちっちゃわかんない。わかんない。これがちっちゃいか大きいかも、まあ、微妙なところではあるんだけど。なんか見た感じちょっとちっちゃかった。これ、要はあれでしょ、肩車し合ってるってことなんじゃないですか違うんですかね。はい。で、ちょっと、モンスターを見に行きましょう。モンスターを見る。で、バベルボブルの属性は物質系だから、おお、S ランクですよ。はい。地響き、風神、雷神、力貯める。力貯め。お、斬撃効果 15% アップ。もう本格的に斬撃パ作れんな。斬撃パ。うん。でも地響き斬撃じゃないんだよ、よく考えたら。まあいいや、それ置いといて。バベルボブル、系統物質系。バル、ベル、ボル、ブルが四神合体した姿。中で言い争う時もあるけれど、全員の気持ちが一つになった時、無敵の力を発揮する。やっぱり肩車してるんじゃん。これ強いのかな ?AI2 回コード。あ、2回コード確定なのこれ。1から2じゃなくて。会心出やすい。こういう体勢ですね。AI2 回確定と確定じゃないモンスターがいるんですよね。例えば、この、死神の騎士。これは AI1 から2
行動ですかね。となると結構あのバベルボブルはいけてんじゃないか、2回なら。でも力をためて攻撃するがあるから、うん、どうなんですかね、使い方的にはちょっといまいちですけど、まあ今後使っていく可能性非常に高いです、バベルボブルは。もう僕の中ではすでにお気に入りなんで。てか物質モンスター多いな俺結構究極とかっていうか S ランクに物質系モンスターが多いんだよね。キラマシン、スバキラマシンもそうだし、このなんだっけ、ヘルミラージュもそうだし、あとは多分ね、そのうちね、これだ、あ、これ悪魔系か。まあまあ3体か、なんかパーティーに入りそうなの3体もいますね。はい、うん、いやちょっとこれでも強いと思う。課金している人とかですげえこうモンスターを引きまくっている人はちょっとわかんないけど、バベルボブルはさ普通にやっていけばさ、闘技場福引きでいっぱい引けるわけだから、福引きをね、で何回か回せば必ず当たるんで、これはね星4とかできるかもしれないですね、そのうち、まあ、よっぽどこう福引きの内容が変わんない限りは。うん、星4にした時は結構使えるかもしれない。そしてなんかね、ダブル S はないかSS ランクはないと思うけど、うん、まあ、今後どうなるか分かりませんね。はい、というわけで今回はバベルボブルへ転生させるというそういう動画でございました。まあ、今後この子も育てていって僕のパーティーをどんどん強くしていきたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また違う動画でお会いしましょう。ではまた。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。僕のチャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録をお願いいたします。そしてツイッターもやっておりますので、更新情報やタクタクのつぶやきに興味がある方はぜひフォローをお願いいたします。さらにタクタクは他にも2チャンネルの YouTube チャンネルを運営いたしております。タクタクのゲーム実況チャンネル2、顔出しをしているタクタクの日常チャンネル、合計3チャンネルございますので、残り2チャンネルのご登録もよろしくお願いいたします。詳細は概要欄にございますのでご確認ください。ではまた。